おはようございます。我がんせの影んです。今日もよろしくお願いします。ということで、ヒマラヤラジオやっていきたいと思います。えー、っとね、先日ね、ちょっとこう映画を見てね、こうちょっとまあまあ気づいたら泣いてたという、えー、涙を流してたという、えー、映画があったんですけども、えー、その映画がですね、朝が来るというね、 えー、川瀬直美監督の、えー、映画ですね、朝が来る、うんえー。知ってる人も結構いるでしょうね。まあ映画どうなんですかね。そのまあまあ映画好き嫌いいろんなものがあると思うんですけども、僕は川瀬直美監督の、えー、作品、えー、結構見てるんですね、えー。最初に見たのはですね、えー、アンというね、 こう映画だったんですね、えー、と今はあれですけどあのキキキリンさんですね、えー、キキキリンさんが出ている、えー、映画になるんですけどもアンですねでそれを、えー、見てですね非常にその何かこう見ててこう、まあ、現実そういうもんがあるんだろうなとかいうこともそうですしそのなんかこう 悲しさであったりその世間のそういう反応であったりとかそういうねこういろんなことをこう見てて、うん、その世界観というかその映画のこう感じがこう僕は好きですね。で、えー、そこからこう川瀬直美監督の映画何個かこう見ていってるんですけどもほんで、えーまあ、朝が来るというねこう 映画が今だから純新作やったんで蔦屋でねこう借りれる純新作で借りれる状態になっててあ出てるんやなと思うんですけどもやっぱ川瀬監督の映画を見よう思うとそれなりにやっぱ僕の中でその気楽に見るというよりはそれなりにこうこう構えてというかねこうまあうんちょっとしっかり見なあかん。 映画というかそういう僕のこう中であってですねこうなんか適当に暇つぶしで見るというよりサーフ見ようかという感じでこう見る映画、うん、になってるんでですねう ちょっと借りるんがそのその時の自分の精神状態によってはこう、えー、違う映画をもうちょっとこう娯楽に寄ったこう映画というかね、えー、そういうのをこう借りてしまったりとかね、えー、そういうことがまあまあ、えー、自分の中でこうあったということですねでんそのまあ、僕は映画をこうツアーで借りる時にその 借りるリストといいうううかね、ね、えー。そういうのがこうあるんです、ね、こうスマホにこうメモの中にこう、えー、見たい映画みたいな見たいドラマみたいな感じでこう見たい漫画もそうですけどこういろいろこうリストがこうあってです、ね、そこから星したらこれ借りてみようかというなんか僕はこうピーンと来てそれをメモってると思うんでその時にその映画どんな感じのやつやったかっていうのは全然覚えてないんですけども タイトルだけではなかなか覚えられてないんですけども、うん、で、えー、そうやって借りていくんですけども「朝が来る」はですねだからそこでこうまあ川瀬直美監督の作品だからっていうことでうんいずれ借りるけどまだいいかなとか思いながらこうやってたんですねほんで、えー、実際、えー、んあの先日こう借りてほんでこう。 水曜日にこう見ると僕は木曜日がこうねあのー、仕事が休みなんで水曜日の夜っていうのは結構ゆっくりこうできるので水曜日はこう営業時間もねいつもは9時までなんですけどもえ水曜日だけ7時で終わるということでんその休み前にちょっとこう 夜にこう時間がこうしっかりとこうある状態。で、以前はですね、お酒をこう飲んでいたんで,で、今も一応飲んでるんですけども、週1回、木曜日だけ、木曜日の晩だけ飲むようにしていて、水曜日の晩は飲んでない状態ですね。で、その飲んでない状態、その休み前のお酒を飲まない状態の、の一番、う明日も仕事は休みだし。 うん、でお酒を飲むとまあまあその酔っ払ってわけもう全然覚えてないそのせっかく例えば映画借りて見てねその時はお酒を飲みながら見てるんでなんとなくこうあるんでしょうけど次の日起きたらもうほとんど覚えてない状態っていうのがこうあるんですねそれがですねその週1回にすることに休み前は飲まないというふうにこう決めてですね、えー、やっているんでですねその映画がこう しっかりとこうシラフの状態で見てるんですごくこうしっかりと頭の中にこう残ってるしっかりというかまあね、えー、全部が鮮明にっていうわけではないですけどもそれなりにこう覚えてる状態になっているとでそういう状態を過ごしてこう何週間が経った時に、えー、そしたら、えー、まあ魔法を持してというか朝が来るをこう借りようということでこう。 かりましたで事前に自分の中でこう知識というかその朝が来るという映画の知識は全くない状態でこう見ました。うん、で、えー、やっぱりねこう川瀬奈美監督の映画っていうのはこうどんどんこう見ていったら知らまにこうその世界世界 その川瀬直美監督の映画の世界にこう入り込んでいってるまあ映画って全部そうなんです入り込んでいくんですけどもそのほんまにこう自然とねこうもうずーっと入って気づいたらラストやったんですラストまで行ってたというところでそのでラストのこうシーンで僕はえー、涙がぐわー出てきてねそのまあ えー、主人公は、まあ、何人か主人公というかその何人かこういろんなこう主人公的な人がいるんですけどものその、まあ、少女というかね、まあ、少女かなうんがですねこう最後にこう最後でこう最後の画面しっかりこう多分こういうネタバレなので言えないですけどもそこでこう僕はこう。 うん。でうーんこの映画を見ててねやっぱ女性はちょっとやっぱいろいろこうハンデがあるというハンデがあるじゃないなそういう言い方じゃないけどそのやっぱ。 そのいろんなこう出来事によってですねこう左右されることが結構ね大きいことがあるかなとほんで若ければ若いほどやっぱりその,そのいろんなこう人生があるでしょうけどもその大変な状態になる可能性がこうあったりとかねえもちろん男性もそうなんですけどもそのうんちょっといろんなことを考えましたねう でやっぱりそのどうですかねその例えば人をこう助けたいとかね、えー、そういうことがあればですね、えー、やっぱりそのお金は必要だなっていうのも一つ思いましたこれ冷静にこう思ったことですけどねその後映画を見,見,見た後にね、うん、やっぱりそういうこう例えばお金でこ,うこの この人を助けたいと思った時にお金で解決できるものっていうのはもうさっとお金で解決した方がいいやつもあるんでえその時にそのお金をこう自分がこう稼げてない状態やとその助けることはできないんだなというふうに思ったんでやっぱりこうお金を稼ぐということはねこうからはこう逃げたあかんなというふうに思います。なんかこう、えー 自分がこう満足してたらいいんやっていうことでまあそういう生き方もいいんですけどもそういうことだけではなくてですねやっぱりこうしっかりとそのまあ自分がこう稼げるようになるかどうかっていうのは別としてもね、えー、そういうことから逃げずにこうちゃんと向き合っていった方がいいなと思ったりとかですねうんやっぱりこう人と関わるこう関わる時はやっぱりある程度ねこう え本気で関わるというかねねそういういことともちょっと考えました打、ねうん、中と半端に表面上だけなんか関わるような形ではなくてですね、えー、しっかりと関わっていくと、うん、それだけにこういろんなこう、えー、人間というのはこう邪魔くささというかねそれがこういろんな喜びになったりもするんですけども。うん 非常にいろいろなことを考えさせられる映画でしたね。いい映画だったと思います。さすがですね、うん。またこうね、えー、次回作はこう、えー、ちゃんと情報をつかんでいればですね、映画館でも見たいなというふうにはこう思いますね。ということで今日はですね、えー、朝が来るを見て涙ということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃでいきましょう。どうもありがとうございます。